のは相当選ぶやつ始まりました。この動画がアップロードされてる時は結果わかってる可能性大なんですけど、どっちにしても一喜一憂せずに、へえそうなんやって見てるといいんです。昔日本はタイの湾を併合しておりました。赤くて酸っぱい勢力から身を守るため満州にも国を作りましたが、あれも赤くて酸っぱい勢力からあそこらの人たちを救うためやったんですね。傀儡国家って教えられてるけどさ、嘘ばっか。戦の層負けて手放して、省の解析率いる国民のあれがタイの湾に入り込んだところから、距離置くべきところ、タイの湾の人たちみんな親日でとか言うてるけど、それ鵜呑みにせえへん方がええでっていうことを伝えたいんですよ。誰になったとしても、うちら日本国民一般人はへえそうなったんやって見ておくしかないよ。タイの湾のユージ君は日本のユージ君でもあんねんけど、省の解析率いる国民のあれが入ったところでアウトやからな。インターネット SNS では、タイの湾の人たちはみんな親日で言うて、タイの湾に親近感持たせよう持たせようとしはんねんけど、お付き合いは政治家に任せといたらええねん。うちら一般の国民は見てるだけがいいの。産経新聞2024年1月13日、タイの湾総統選ぶやつ投票始まる。記事によりますと、4年に一度のタイの湾の総統と立法院の選の挙の投票が13日午前に始まった。立法院にカッコ書きで、国会に総統って書いてある。与党の民主の進歩の党の頼りって書く人、大聖徳ってのと、最大野党の中の国国民の党の高遊戯、新平市長っていうのかな、新しいに北の市長。第二野党、タイの湾民衆の党、カ・ブンテツ前台北市長が総統選ぶやつに出馬。タイ中政策などを焦点に、タイ中は、タイ中、中の国、舌戦を繰り広げてきた。サイの英文総統の後継者である頼りって書く人は、サイ路線の継続を訴え、欧米や日本など、自由と民主主義を重視する価値観を共有する国との連携を強化し、中の国とは距離を置く方針を明らかにしている。これまでの主要な世論調査では、頼りって書くやつのリードが伝えられている。一方、タイ中、融和的姿勢を見せる子ってのは、民進の党、政権によって中の国との軍事的緊張が高まり、戦の層が近づいていると繰り返し批判。中の国との関係を改善し、対中貿易の拡大など、経済面を強化する方針を打ち出している。また、インターネットを駆使して、選挙活動を展開し、若者を中心に支持を集めているかってやつは、新しい政治の実現、就職難の解決などを訴えている、総統選ぶやつと同時に行われる、立法院の選挙、定数113では、野党が事実上の選挙協力体制を形成しているため、与党の苦戦が伝えられている。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。社会統計の実にお偉い、肩書きが立派な、素晴らしいとされる先生とのお仕事が苦痛で、政治学者ってこの程度でなれんの？っていうか、社会党ってなんなん？っていう疑問がふつふつと、その時の責任者の方が定年後に、友さんの党員として生きる宣言をしたって聞きました。友さんは共産。社会党新報社ちゃうかったとか思ってんけど、リサーチの最後の最後の方で分かったんが、日本の友さんのと、中の国の友さんのと同じ組織で、コミッテル国際共産と第3インターナショナルやねんけど、第2インターナショナル時代は、社会統計の社会の窓主義インターナショナルと同じ組織やってん。で、友さんの党員として生きる宣言をした時、だからあの時理不尽やってんなって思ってんけど、もともと社会党ってなんやねんから始まってるリサーチやねんけど、先人の書を読んだところでわからへんかったんですね。先人の書、戦時中までに出版されたものを読んでてんけど、
戦時中は社会党ってええもんかもしれんって思わせてたんや。日独いいってあったじゃないですか。ドドイツとイタイタと組んだ。ドイツのひーちゃん、国家社会主義やからな。イタのリアのムッソのリーには社会党やし。鳩山のユキオがミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われててんけど、社会党が社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中の集まりやってんけど、タイの湾の国民のあれも同じようなもんやね。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中おるやんか。私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスちゃうのって敬遠してたんですね。日本で保守論客いて活躍できる連中って、宗教メディアで活躍している人たちだらけや。T1 教の会&お幸せ&天理のメディアで活躍している。こいつらニューソード運動やってたりしてなって思って、ニューソードに焦点を合わせたら面白いようにニューソードに繋がっていってんけど、ブログをやってた時に、稲田の智美を総理にしたいいうやつがメッセージくれて、稲田の智美って知らんかった。で、調べたら、T1 教の会で講演してるけど、成長の家の信者やねんや。成長の家って、水国よ、始めましたで、チャリンチャリンやな。教祖の谷口さん、ニューソードの哲学博士持ってるよな。で、知識があってんけど、調べ直したら、やっぱそうで、ニューソードやもん。私、スピリチュアルウォッチャーでもあるんですね。10代後半で、ニューソードの牧師である、ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用の書籍、一生懸命読んでて、転職した時に潜在意識の活用めっちゃすごいなって実感して感謝しててん。20代後半でスピリチュアルの勉強会に行ってきてって言われたんで、仕事関係者に行ったら気持ち悪かってん。で、ジョセフ・マーフィー先生の言うてることと似てんねんけどなんかちゃうよなって。こいつら人々の心に制限かけようとしているなって思ったんはリサーチ開始してからやねんけど、なんかキモい。30過ぎてからジョセフ・マーフィー先生の翻訳をなさった方が、悪徳商法である催眠商法を考案した島津の光一であることに気づくんですけど、うわ恐ろしいと思うねんけど、もう一人謎のおっさんがおってん。大島の純一さん、この人一体何してんのかな。この十数年前にカミングアウトしてんの見て、 T1 教の会&お幸せ御用達の渡辺の正一先生やってん。だからあの人 T1 教の会の世界の日報を絶賛してたんや。お幸せのイベントに出てらっしゃる写真見て、この人の話聞かんとこうって思ってんけど、後に感謝していた大島の純一さんが渡辺の正一先生やって分かってびっくりすんねん。保守の代表格のニュースキャスターなさってた方が、ニューソードの基礎になった週の教クリスチャンサイエンスの新聞、宗派関係ない日刊誌クリスチャンサイエンスモニターにお勤めやってん。ここが自由なおそうめん屋さんと強制関係にあんねん。 AB さんがゲアして復活再生しないといけない時に T1 教の会と組んだんはよしと思ってんねんやんか。よう組んでくださいましたって思ってんねんやんか。日本国民不在の中で政治が行われてるようなもんやし、AB さんは一時期 T1 教の会を先に避けてたんですね。このソースは有田の義夫先生の過去のブログやねんけど、北の金ちゃんのところと T1 教の会の関係で AB さんダチダチの問題に関わってたや。だから T1 教の会を避けとってんけど、僕は会いませんよって言っててんけどっていうブログ書かれてて、何や避けてはんねんやと思ってんけど、 AB さんが T1 教の会を先に避けてた時は T1 教の会鳩山のところにいたんよ。で、T1 教の会の関係者室井の国彦が、ミンスから出馬して維新に行ったん。室井の国彦が T1 教の会の関係者であることのソースは、新聞赤い旗。新聞赤い旗は、友さん系の新聞で、友さん教祖やねんけど、T1 教の会を目の敵にしてんのね。なぜならば、T1 教の会のせんべいみたいな名前の教祖が、反友さんを掲げて、AB さんのおじいさま、キッシーさんのところに現れはってん。多分きっと組みなさいって言われたんやと思うねん。私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇やから。おそうめんっていうのは、自由なおそうめん屋って呼んでんねんけど、自由フリーおそうめんメイソン。有名な秘密結社。都市の伝説界隈では、憧れの互助団体、一部の人だけが悪いことしてんねんでって言うてはるけど、一部かやねんけど、大きな出来事、事件事故とかあったら、おそうめん絡んでるって私、おそうめん一生懸命探し出すねんけど、
タイの湾の話に戻して、タイの湾の中の国の友さんの党と小の解析率いる国民のあれが戦って負けたからタイの湾に逃げ込みましたっていうストーリー、あれほんまかなやねんけど、まあ何しか入り込み張りました。ショーの解析さんは中野国にトモさんの党が現れた時、トモさんを容認する政策を取ったんです。なぜならばコミってるから支援を受けてたから。コミってるってコミに乗ってるんやねんけど、中野国のトモさんってコミってる中野国支部やからね。ショーの解析や孫の分は自由なおそうめん屋さんの高級幹部やってんて。とても恐ろしい計画があって、国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させて、社会の窓主義の世界に誘って、後に友さんにしていく。世界を一つにワンワールドっていう計画があって、それに沿って動いてて、今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスやってやってる連中おんねんけど、スピリチュアル。どんなパラダイスな時代なのかな思ったら、社会の窓主義に突入させようとしてるやんか。光側がプチンプリみたいな名前の方と、シュウ・キンピラさんって、レッドチーム赤組やんかいさ。この世の中は宇宙人が仕切ってました、言うてはんねんけど、いや、言うよの言う、どこ行きはったんやろな。盛大なプロレスが行われてるんですね。自分のこと保守やと思われてる方って、タイの湾のリノ・トウキさんのこと大好きやと思うねんけど、私嫌いやねんけど、あのおっさん一番最初、中野国のトモさんの塔なんですよ。で、トモさんがあかんことを知ってるから国民のあれに入り直したと思われてる方もいらっしゃると思うねんけど、そんな甘いもんちゃうねんって。国民のあれに入り直して相当にしてあげるから民主化を果たした素晴らしい方になりなさいって言われたんやで。私たちがやらないといけないのは活動家の先導に乗らないこと。タイの湾のユージ君は日本のユージ君でもあるんやろうけど、巻き込まれないように活動家の連中をねぎらっといたらええねん。私たちができないことやってくださってありがとう。頑張ってくださいね、心から応援してます言うて。うちらを巻き込ませようとしてくる奴は厄介者。味方のふりした敵フレネミー。